はい、どうも皆さんこんにちは、陣内俊です。今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りしていきます。本日、私はですね、愛知県の蒲郡市に、来ております。今ICBC というですね、教会に、泊まらせてもらっていまして、今週の日曜日まで、います。今日はね、木曜日かな、2月27日の木曜なんですけども、日曜日まで、滞在する予定でございます。一応僕が泊まってる部屋っていうのはこんな感じでございます。こういうね、こういう感じで、泊まってます。まあなんか殺風景といえば殺風景なんですけれども、まあ非常にね、快適に過ごさせていただいております。そんなわけで、今朝もね、YouTube のね、録画をしていきたいな。多少ちょっとね、この部屋寒いんでね、厚着をしてますけども、やっていきたいと思います。で、一人ビブリオバトルなんですけども、今日は社会はなぜ右と左に分かれるのか、ジョナサン・ハイトという人が、書いてて、日本語では、紀ノ国屋書店から2014年に出ております。僕は2016年の11月に、この本を読み終わっております。で、この本ね、ちょっとまあ紹介したいと思ったんだけど、ちょっと僕どれぐらい自分が上手にというか、説明できるか自信がないです。なぜならこの本は、すごく、面白すぎるから。だから元が面白いんで、それを面白く説明するのがかえって難しいっていう、類の本です。で、まあめちゃくちゃ面白いです。で、もう、めちゃくちゃいろんな本に、引用されてますし、この本はもう読んで損はないという、太鼓判を押すことができる、そんな本でございます。で、そうですね、まあなので、なんかこう体系的にこういうことで、こうなんか理路整然に、ですね、説明する自信がないので、とにかく僕の読書メモを読みながらちょっと解説を加えていきたいと思います。で、僕もこの読んだ内容の全貌をちょっと思い出しつつの作業になっていくので、ちょっとね、皆さんにもね、お付き合いしていただけたら嬉しいなと思います。で、まず、この人は、政治的には、どちら、右と左って皆さん分かる前提でちょっと今僕話してますけれども、大丈夫でしょうか。一応じゃあ説明しましょう。ごめんなさい。まあ、右派と左派ってありますよね。で、まあ、この起源までは説明しません。起源、まあそうですね、イギリスの議会で、右側のレフトウィングとライトウィングって言って、右側に、座った人たちと左側に座った人たちの主義主張が違ったんですね。それが、右派と左派の語源だと言われてるんですけども、じゃあ一応ね、まあ図を書いてね、説明するとですね、まあそんな僕学問的に正確かどうかわからないですけど、僕が今のところ認識してるのはこういうことです。政治っていうのは右と左があるわけですよね。はい、右と左があります。で、右のことを、保守って言ったりします。保守で、英語でコンサーバティブ、で、左のことを革新って言ったりしますね。革新って言ったりします。ですね、プログレッシブって言ったりするのかな。で、あるいはリベラルって言ったりします。リベラルはもうリベラルですね、英語で。はい、こんな感じですね。はい、皆さん見えますでしょうかね。こんな感じなんですよ。で、右と左に分かれてるんです、政治っていうのは。そのどこの国でも大体この傾向っていうのは正しいんです。で、この傾向っていうのは当てはまります。ただ、ちょっとね、まあ、注意が必要なのは、いわゆるね、ヨーロッパの右とアメリカの右では政治的経済的主張が逆転するっていうところはすごく大切で、アメリカでは保守が小さな政府を言うんだけれども、イギリスでは逆なはずです。なんで、実はアメリカってちょっとその辺トリッキーで、で、日本はアメリカの系譜に連なるので、保守が、小さな政府を唱えるというんで、日本のだから保守はかなりアメリカの保守に近い感じがします。で、保守とじゃあリベラル、右と左、保守とリベラルに分かれるんですけれども、著者は、リベラル寄りなんですね。で、この覚えておかなきゃいけないのは、
なんだろうな、多くの人は特に極右とか極左の人って自分が真ん中だって言いたがるんですけどもそれもどうかなと思うんですよ。でもしっかりと自分は右だとかって言えばいいのに、あの俺は真ん中だとか極左とか極右の人に限って言いやがるんで本当に迷惑なんですけども。であのちなみに僕は、真ん中があるとするじゃないですか。真ん中があって、僕は、多分極左ではないですよ。だけど、中道左派かな、真ん中の左って感じがしますね、僕はね、個人的な政治信条は。で、結構ね、政治のことを話すときに、あの自分の政治的な立場を明らかにしないまま話し始めて、話し続けて話し終わる人がいるんですけど、その人はあの話者の誠実性っていう意味において全然なんかそもそも議論の前提が整わないので、自分の政治信条を明らかにせずに、なんだかステルス的に人を攻撃するっていうのはすごくずるい行為なので、僕は本当に反対してて、何か話し始める前に僕は右っぽいんだけど、こう思うよとかって いうルールをね、なんか日本では本当守らない人が多くて困りますね。で、まあ、僕はあの中道左派だと思うんですね。自分自身がね、あのこれでジャンル分けするなら僕は中道左派っていうものに属すると思います。だからのでリベラル寄りなんだけど、極端なリベラルではない、つまり保守の価値観っていうのも分かるっちゃ分かるみたいな話です。はい。で、じゃあ、あの、今、あの、日本のね、じゃあ自民党ってどんな感じかというと、すっごいね、だいぶ右です。で、しかも、あの、この年々右に寄ってます。つまり、より国家主義的になってるし、よりその保守、あの、LGBT に反対するであったりとかですね、伝統的家族っていうのを強調するとか、そういうのも完全に保守なんですよね。で、日本の自民党っていうのはだいぶ保守です。でも、あの、世界的に保守、この右がすごいトレンドなんですよ、実は。まあ、トランプもこの辺にいるし、ね、なんだ、プーチンとかもね、もう言うまでもなくこんなんだし、インドのモディ首相もこの辺だしとか、あ、むしろなんかこの辺の、国が例外で、今の世界って、だから、あれですね、メルケルとかはあの政治的にはこの辺、宗教的には右派っていうかね、キリスト教ですけれども、政治的にはリベラルですよね、っていう感じで、あの今の世界のトレンドは保守なんですね。で、で、面白いのは、あの、知識人に多いのは左派なんですよね。これは、まあ、あの、もちろん知識人の右派もいますけども、でも、知識人は、あの、なぜか左派に行くっていうのは多分そういうことなんですよ。そういうことなんですよっていうか、これはね、あんまりね、政治的に正しくない発言になっちゃうんだけど、でも実際、発言っていうか、政治的に正しくない発言とか、政治的にタブーな、研究結果っていうのがあって、あのね、アメリカで、その政治的保守率と IQ の相関を調べた論文っていうのがあって、そうすると、その人の保守的傾向、右的傾向ですね、と、IQ っていうのは反比例したっていう。これはでももう、実証的な数字としてあるんで、これが、じゃあどういうことかっていうのを、それがまた人種差別みたいな、なんか、そのレッテル貼りになったら全然ダメなんで。でも、レッテル貼りするやつこそ一番 IQ の低いやつなんでね。だけど、でもそういう傾向ってあって。で、ということは、IQ が高い人ほどリベラルになりやすいっていう傾向があるんです。で、ジョナサン・ハイトのこの本を読むと、その理由もなんか分かってくるんですね。で、なぜならば、実はね、IQ が低い人っていうのは言語運用能力とかが低いんですよね。そうすると、人は、自分と違う人と分かり合えるという自信がないんです、そういう人たちって。そうすると、自分と同じ人種の人、日本国民という純粋な国民は素晴らしいのである、みたいなところに行きやすいんですね。でも IQ の高い人っていうのは自分と違う人には違う人なりの論理があるだろうとかっていうことを小説とか読んでね、想像力が働くから分かるんですよ。そうすると自分がその日本がいくら素晴らしいと思っていても、きっと日本にも間違ってきた過去があるだろうしとかっていうことを想像できるようになるんですね。そうするとまあリベラルに近づいていくということがあって、でまあ多くの知識人にの、ご多分に漏れずですね、このジョナサン・ハイトという人もやはりリベラルなんですよ。自分でリベラルって言ってるんです。だけど、この本を書いたきっかけっていうのがあって、それが、彼が3ヶ月ですね、インドに滞在したんですって。で、そのインド滞在の3ヶ月で彼はすごいね、自分のリベラルというね、政治信条は変わらないまでも、なんか世界観がね、すごい揺るがされたって言ってるんですね。
で、なんかね、彼は、本書の中でそのインドの3ヶ月の体験っていうのを映画マトリックスってあるじゃないですか。その中の赤いカプセルっていうのがあるんですよね。赤と青を、選べてモーフィアスが言うんですよ。で、そうすると主人公はですね、赤を選ぶんですね。で、赤を選ぶと幻想から目覚めるんです。この世界は幻想ではなくて、現実なんだ。そして現実の世界っていうのは人類がもう滅びかけてるんだっていうのを知るわけですよ。で、青いカプセルを飲めば、寝たまんまでいられるっていう、そういうカプセルですよね。で、著者はインドに3ヶ月、滞在したことが、その赤いカプセルを飲んだのと同じぐらい衝撃的なことなんだって言うんですね。で、インド滞在後の自分はリベラルであることには変わらないけれども、保守主義者っていう人たちが、自分と同じぐらい真摯にそれを主張してるんだっていうことを受け入れられるようになったっていうんですね。つまりなんかこう価値の多様性っていうのを本当の意味で受容した上で、なおかつ自分はリベラルだというスタンスを取ることがやっとできるようになったって正直に彼は言っています。はい。で、まあね、この本を理解するのに一番大事なコンセプトというのは何かというと、象と象使いというイメージなんですね。はい。で、象使いが乗りこなしているっていうのが実は我々の理性と感情の関係なんだっていうんですよ。はい。で、どこにあったかな。そうですね。85ページですね。マーゴリス、っていう人が、パターン思考認知っていう本の中で、公共政策学者なんですけれども、このマーゴリスという人は、判断と理由付けは別のプロセスであるというウェインの仮説に同意し、次のように述べていると。で、人は何らかの判断、かっこそれ自身脳の無意識な認知作用によって生み出されたもので、正しい時もあればそうでない場合もある。これを行うと、その正当性を説明すると自分が信じられる理由を作り出すと。だが、この理由付けは後から考えられた合理化に過ぎないっていうふうにマーゴリスは言ってるんですね。つまり、なんだろう、理性と感情ってあるんですけども、例えば自分、その人が、自分はもう右翼の主張、日本国家はもうアジアにおいて偉大で中国や韓国を支配すべきだみたいな、戦争はもう負けるべきではなかった、もう一回やってやろうみたいな極右の人がいますね。その人が言ってるのって、その人ってすごい論文を書いたりとかね、本を書いたり、いろんなネットで書き込みをしたりですね、それにはすごいこういうファクトがある、こういう法律がある、こういう事実がある、この記事は捏造だったみたいな、すごい論理を働かせるんだけど、実はその論理っていうのは後付けで、じゃあ結論が最初に決まってるっていうんですね。マーゴリスの論によれば。つまりその人は右派というものに何かしら感情的な親和性を先に感じてるんですよ。そしてその後でいろんな論理を言ってるのはその合理化に過ぎないって言ってる。つまり感情が先で理性が後だって言ってるんですよね。で、つまり、結論は何かというと、感情は象で理性は象使いなのと。だから、理性で、象を動かそうとしても象は動かないよと。じゃあ理性にできることは何かというと、象をなだめすかせてですね、そして象が、なるべく、無鉄砲なことをしないようにですね、調教してあげるというか、それがまあ理性にできることなんだと。それを自覚してないと、自分の理性、自分の感情で本当は決めたことを理性で、合理的に判断したと錯覚するんですね。それがまたその政治的なその分断の理由となっていく、原因となっていくんで、そのまず象と象使いのイメージっていうのをまずはっきりさせましょうよという話ですね。で、66ページにこう書いてます。さて、今や私たちは3つの心のモデルを手にしている。プラトンは、たとえ哲学者だけがそれに値するのだとしても、理性が主人たるべきだと言った。ヒューム、これデイビッド・ヒュームという人ですね。ヒュームは、理性は情熱の召使いたるべきだと主張した。そして、ジェファーソン、これはアメリカの建国の父ですね。ジェファーソンは、理性と感情は帝国を東西に分割して統治したローマ帝国のように、おのおのが独立した共同支配者であり、そうであるべきだという第三のオプションを提示した。では、一体誰が正しいのだろうか。はい。そうですね。プラトンは、つまり理性を感情の上に置いたんですね。だから理性的に判断して、それが正しいとすれば、それが社会を独裁すべきだ。理性の独裁を説いたんですね。これはプラトンの鉄人王という思想に現れています。で、ヒュームという人は、デイビッド・ヒュームは違うと。理性は情熱の召使いであるべきだ。つまり感情を理性の上に置いたんですよ。
そして最後にジェファーソンは理性と感情を対等にしたんですね。そして一緒に収めていくべきだって言ったんですね。で、本書を最後まで読むと分かるのは、著者の結論はヒューム、デイビッド・ヒュームにかなり近いです。およびでもジェファーソンにも近いんです。つまり、理性は無力だとは著者は言ってないんだけれども、感情と理性が相撲したら常に感情が勝つということは分かってなきゃいけない。これを分かっとくってことが、じゃあずっと一回も政治の話してないじゃんかって思うかもしれないですけれども、なぜ社会が政治的に右と左にパックリ分かれているのか、そしてこの10年ぐらいですよね、その分断が激しくなっている、溝ばっかりが大きくなっていってですね、どん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 こう極右と極左という狭い島にですね、1億人、今まではですね、中道右派とか中道左派とかですね、そういう人たちが多かったのが、それが極右と極左に分かれていってるんですよ。で、なんでこういうことが起きるのっていうのは、人間の感情と理性の関係という補助線を引くことで紐解いていけるんじゃないかというのが、まあ著者の試みなわけですよ。はい。で、著者はなんでその象と、召使いの感情、関係、感情が象で、理性が象使い、なのかっていうことですね。の理由付けを、まあ、彼の場合はその進化心理学という、分野のによってどう、理由付けてるんです。なぜならば、その人間がまあ進化してくる、まあその長い歴史をね、経てくる中で、その判断を行う、情動、つまりその狩猟採取生活とかで、判断を行うのは誰だったかというと、常に情動、つまり感情だったわけですよね。そうしないと逃げ遅れるからなんですね。森の中でですね、ガサガサって音がした時にですね、それがクマとかライオンとかチーターだった場合、もうそれは逃げるべきか逃げないべきか、多数決を取りたいと思いますとかつって、理性をすごい働かせてたら、ね、すごい理性を、逃げるのには何キロ必要で、それを時速何メートルで測ると何秒かかるでしょうみたいな問題を解いてたら、死んでしまいますので、もうまず逃げるって決めるんです。ね。で、それが先にあったと。だけど、理性っていうのはその感情を乗りこなす、ものとして、後から発達してきた。まあ、古い脳と新しい脳、前頭前野の、新皮質っていうのと、もっと古い脳ですね、小脳であったりとかですね、基底核であったりとかですね、まあ、感情の部分ですね、そういう海馬とか、それが古い脳と新しい脳ってよく言われるんですけども、それはまあ、進化心理学、進化、人類学的に、分析されている。つまり、古い脳っていうのは情動を司る部分、そして新しい脳っていうのは理性を司る部分っていうのは、まあ解剖学的にも正しいんですけれども、というのはつまり理性っていうのは後々から発展してきたよっていうですね。で、じゃあその理性ってどういうふうなんで発展、それが発展してくる必要があったのっていうと、実は人間が大きな集団で生きるようになった時に政治が必要になってくるんですね。そして合理的な統治っていうのが必要になってくるんですね。誰かに何かを説明しなきゃいけなくなってくるんですね。そしてなんかその狩猟採集生活から、物を溜め込むようになると、それを計算しなきゃいけなくなるんですね。そうすると前頭前野のその新皮質というところが、発達してきたよという、そういう順番なんで、そうすると古い脳の方が強いっていうのは皆さんも納得していただけると思います。はい。なぜなら、より、長いことを人間の役に立ってきたから。まだ実は前頭、心室っていうのは新参者に過ぎないんで、だから、力がないんだっていうことを、まあ、著者は言ってると。じゃあ理性って、意味がないのっていうと、すごく意味があるよと。それはですね、90ページにあるんですけども、乗り手、つまり理性ですね、にはいくつか有用なことができる。様々なシナリオを思い浮かべながら未来に目を向けられるので、現時点での像、つまり感情ですね、この決定をより良い方向に導けると。新しいスキルを学び、新技術に習得し、その知識を用いて最悪を回避しながら目標に達成できるよう、到達できるよう、像を誘導できるし、その知識を用いて最悪を回避、ごめんなさい、その、象が実際に、何を考えているのかを知らずとも、乗り手は、象の代弁者としての役割を果たせる。というのも、象がたった今したことの根拠を後から考え出し、これから従っていることを正当化する理由を見つけるのに乗り手は非常に長けているからだ。ひとたび人間が言語を発達させ、それを使って噂話をするようになると、常勤の広報担当を背負うことは象に計り知れない価値をもたらすと。つまりですね、
乗り手、つまりなんで理性が発達してきたかというと、それは技術を学ぶためであったり、その分析してですね、より合理的な判断をする、まあ長期的に合理的な判断ですね。短期的に合理的な判断は感情がしちゃうんで、熱いものを触った時にバッて引っ込めるとかっていうのは感情なんですよね。だけれども、実はその社会的な活動をする上で、その感情で決めたことをスポークスマンとして、それ、今我々、私たちがこれをしなきゃいけないのは、実はこういう理由があるんだよという誤託を並べてですね、人を納得させるという必要が社会というものが大きくなるにつれて出てくるわけじゃないですか。で、理性っていうのはその広報担当者、スポークスマンとしても役立ったよっていうことを、まあ、ハイトは言っています。94ページに進んでいきます。社会的直感モデルは、道徳や政治の論争をするとひどくフラストレーションがたまる理由を説明してくれる。なぜなら道徳的な思考は直感的な犬によって振られる尻尾だからだ。はい。道徳的な思考は直感的な犬によって振られる尻尾だからだ。さっき言ったのと同じで、だから道徳、俺はその右翼的な思想が正しいと思うっていうのはもうこれ理性じゃなくてこれ感情なんですね。だから犬が尻尾振ってるみたいなもんなんですね。で、続き読みますね。で、犬が、コミュニケーションを図るために尻尾を振る。尻尾を掴んで無理やり振っても犬を満足させることはできない。それと同様、誰かの議論を、言葉で否定してもその人の考えを変えることはできない。はるか昔にヒュームはこの問題を次のように述べている。さっき出てきたデイビッド・ヒュームですね。思考は論争する者がそこから自らの主張を引き出す源泉ではない。よって感情に訴えかけることがない論理が論争をする者をしてより確たる原理を受け入れられるよう、しかついつかは導いてくれるだろうと期待してもその希望は無駄に終わるだろう。誰かの考えを変えたいのならその人の憎悪に語りかけなければならないと。はい。これはですね、だから、さっき言ったように政治的なその、傾向ですね。その人が、右なのか、保守なのか、右翼なのか、それとも左なのか、つまり革新なのか、プログレッシブ、リベラルなのか、多様性を認める人なのか、むしろ多様性を排除する人なのかっていうのは、それはその人の実は感情、理性ではなくて感情によって選び取られているので、その人を理性の部分、憎悪使い同士が喧嘩しても何も起こらない。憎悪には何も影響がない。さっき言ったように、その、ここでも引用されているようにですね、犬の尻尾を掴んで振るのをやめさせようとしてもですね、その人の考え自体を、変えることはできないわけですね。だからいくらその、右派の人が、リベラルからどれだけバカだっていうことを罵倒しても、全く効果がないんです。逆も同じですね。リベラルの人が右派がどれだけバカだっていうことを、論争して論破してもですね、全然効果がないんです。それはなぜなら憎悪使い同士の喧嘩だからです。本当は、ヒュームが言うようにですね、憎悪にこそ語りかけなければいけない。そして憎悪同士で語り合わなければいけないっていうのが、まあ、ジョナサン・ハイトの結論部分になっていくんですけれども、まあ、ここまでですね、もう20分過ぎてて、しかも半分も説明できてないので、これはちょっと、前編後編にすみませんけれども、分けたいと思います。というわけで、今日はですね、社会はなぜ右と左に分かれるのか、という本の前編をご紹介しました。次回は後編を、ご紹介したいと思います。はい。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。